5. 虎になった猫。ベンハーはセドロンの谷を見下ろす丘にテントを張って母と妹を住まわせることにしたが、自身も不浄な人に接したので神聖な宮で行われる儀式に参列するわけにいかなかった。したがってテントで愛する人々と共に過ごす時が多かった。そして母や妹がどんな残忍な扱いを受けたかを直接に聞いて、彼のローマに対する憎しみは絶頂に達した。彼は何としても復讐しなければならないと思った。彼は復讐の手段をあれこれと思い巡らしていくうちに、いつでも帰着するのはナザレ人が立つのはいつであろうということであった。ローマに復讐するまではユダヤ国民が奮起して戦争を起こすより他ないという考えはどうしても彼の脳裏から去らなかった。時々彼はナザレ人が演説する様子を空想してみたりした。聞けユダヤの民よ、神が諸君に約束されたユダヤに生まれる王はすなわちこの私である。私は今や預言者の語った支配権を持って諸君のところへ来たのである。ユダヤの民よ、奮起せよ、全世界の覇権を握れ。もしナザレ人がそのわずかな言葉を口にしたら、どんなに国民を奮起させることであろう。その言葉は進軍ラッパのように口から口へと伝えられ、たちまち全国に広がって大軍団を起こしたであろうに。だが彼はそのような言葉を叫ぶ人であろうか。早く旗揚げをしたいと決起に駆られているベンハーは、ナザレ人の二つの性格やその神聖は人間性に勝るものだということを忘れていた。彼は母や妹の雷病を癒すほどの力を持つ人なら、ローマを打ち倒すぐらいのことは造作もなくできるし、またどんな奇跡を用いてでも世界を統一して人類を一つの清められた幸福な家庭にし、真実の平和を築くことができるはずだ。そうなったなら誰もキリストが救世主であることを否定するものはなくなるだろうというふうに考えていた。時々テントに黒ひげを蓄えた筋肉のたくましい男が訪ねてきて、ベンハーとひそひそ話をして帰っていった。母が誰だと尋ねると、彼はガリラヤから来た私の親しい友人ですよと答えるのだった。彼はそれらの同士からナザレ人や敵方の祭司やローマ人の動静を詳しく聞いていた。彼はナザレ人の命が危険にさらされているとは知っていたが、民衆の間に大いなる評判と人気を持っている人に、祭司たちもむやみに手出しはできないだろうと思っていた。それに彼はナザレ人の奇跡を行う力に信頼していたから、たとえ命を付け狙われているとしても自らを救うことはできるはずであると思っていた。ベンハーがそんなことを考えていたのは3月21日から25日にかけてであった。25日の夕方、彼はもう辛抱しきれなくなって、夜明け前には帰ってくると約束してエルサレムへ出かけていった。元気のあふれたアラビア馬は主人を乗せて会長市で走り続け、たちまち杉越の祝いの用意が整い、赤々と火の灯った美しいエルサレムに到着した。ベンハーは30年の昔、3人の博士がベツレヘムへ旅立つために出て行った旅館の前で馬を降りた。そこで馬をアラビア人に託すと、すぐ自宅の邸宅へ向かった。そして広間に落ち着くと、まずマルケを呼んだが、彼は外出中だった。次に召使いを呼んで、シモニデスとバルタザーに自分が到着した挨拶を送ったが、二人とも式に参列するために出かけた後であった。実を言うと、ベンハーがバルタザーに挨拶を送ったのは、間接にイラスに自分の帰宅を知らせたい下心があったからである。
果たして召使いが二人の老人が留守だと報告しているところへ、イラスがカーテンを分けて美しい姿を現した。白い薄物をまとった彼女は、まるで雲が流れるようにしずしずと、部屋の中央のかがり火の光が一番強く差しているところまで進んできた。母や妹のことにかまけてしばらく会わなかった彼は、常にも増して彼女の魅力を感じた。彼は急いで彼女を迎えようとして近づきかけて、急に立ち止まってしまった。今まで見たこともないほど変わった彼女を見出したからである。月夜の湖に小舟を浮かべて恋歌を歌って聞かせて以来、あらゆる手札を尽くして彼を引きつけていた愛嬌たっぷりの美しいエジプト娘は、がらりと態度を変えて、まるで石で刻んだ像のように情熱のない冷たい女になっていた。イラスの方から先に口を切った。ハーケの息子さん、ちょうどいいところへお帰りでしたわ。お世話になりましたお礼を一言申し上げたかったのですの。明日になればもうお目にかかれませんから。ベンハーは彼女の顔を見つめたまま軽く頭を下げただけであった。賭博をする人たちは勝負を終わるとお互いに書きつけを見せ合い、計算をしてから神々にお酒を捧げ、勝利者に月桂冠を授ける習慣があると聞きましたが、私たちもだいぶ長い勝負を続けてきましたから、今晩はどちらに栄冠が落ちるか見ようではございませんか。ベンハーは用心深く軽い調子で答えた。女が意思を変えるからとて男はそれを止めようとはしないものですよ。イラスはせせら笑いながら頭を傾けて言葉を続けた。ちょっとお伺いしますがね、偉大なることをなさるはずの神の御事やらが言われるナザレ村の大工の息子さんは今どこにおいで遊ばしますの？私はあの人の門番ではありません。ベンハーは気短に手を振っていった。もうローマを打ち倒しましたの？ベンハはむっとして手を挙げただけであった。政府をどこにお定めになりましたの？私にその王座や聖堂の獅子を見せていただけませんかしら。それから宮殿も拝見させていただきたいですわ。死者をよみがえらせるほどの力がおありなら、黄金のうちをお建てになるくらい造作もございませんでしょうね。一言言って足踏みをなされば、立ちどころにエジプトのカルナックのような柱の並んだ見事な宮殿が立ちますんでしょうね。それは冗談ではなく悪意のある挑戦であった。ベンハーはさらに用心深くなって、エジプトのお嬢さん、獅子や宮殿を見るために2、3日、あるいは1週間ほど待ってみようではありませんか。と笑いながら言った。あなたはどうしてそんなお召し物でいらっしゃるの？インドやその他どの国でも王様や大使はそんな服装はしておりませんわ。私はいつかテーランの大使にお会いしましたけれども、その方は絹のターバンを頭に巻き、金色の服を着て、腰には柄に宝石を散りばめた目の覚めるような立派な刀を刺していましたのよ。どうやらあなたは私にも分けるとおっしゃった国もまだ手においでになっていないらしいですので、賢いバルタザーさんのお嬢さん、あなたはご自分で考えていらっしゃるよりもずっとご親切でいらっしゃいますね。あなたはご自分が信仰しておいでになるイリスの女神が接吻しても一向にその心を善良にできえないものだということを私に身をもって証明してくださいましたから。ユダヤ人に似合わないなかなか洒落たことをおっしゃいますのね。私はあなたが無双していらした王様がエルサレムへご入場あすばすのを拝見しましたのよ。あなたはあの日王様が
神の膝端の上でユダヤの王位につくと宣言なさるのだとおっしゃいましたっけね。私は山を下ってくる行列を見ましたわ。みんなの歌も聞きました。みんながシュロの葉を振ってきれいでしたわ。私はその群衆の中で一生懸命に王様になる方を探しましたのよ。紫の衣を着て馬にまたがっている人か、または馬車に乗ってきらびやかな護衛兵の行列を従えてくるお方を探しましたの。私はエルサレムの貴公子がガリレアの軍隊を指揮しておいでになるのだとばかり思っておりましたのに。彼女は相手をじらすような目つきでちらと見てからさもおかしそうに声を上げて笑って、ところがどうでしょう、兜や剣を輝かした凱旋将軍の代わりに私が見たのは、ほほほほほ、貧弱なロバの子に乗った女みたいな顔をした男を見たんですのよ。それが王様なんですって、神の子なんですって、救世主なんですって、ほほほほほほ。ベンハーは我にもなくたじろいた。エルサレムの貴族よ、でも私その時は笑いなんかいたしませんでしたのよ。私は自分にこう言いましたの。待っておいで、神殿の中へ入ってからあの人は王様としての栄光を表すんでしょうよと。それで私はあの人が美しの門の前に立ち止まるのを見ていました。私ばかりではありません、何千何万という人が息を殺してあの人の宣言を待っていたんですの。私たちは柱のようにじっと声を潜めて期待していましたの。私は大ローマ帝国の土台がぐらぐら揺れるのを聞くような気がしていましたわ。それなのに、ほほほほほ、世界を征服する我らの王様は一言も言わないでマントの胸をかき合わせるとさっさと門から出て行ってしまいましたのよ。そしてローマは依然として栄えているではございませんか。メンハーは目を伏せた。今までバルタザーと議論した時も、目の前で奇跡が行われた時も、ナザレ人の性格をこの時ほどはっきりと示されたことはなかった。結局ナザレ人の神性を理解するには彼の人間性を研究するのが一番いい方法なのではあるまいか。エジプト娘が語った美しの門から無言で出て行ってしまったナザレ人の姿は、彼の使命は決して政治的なものではないという事実を裏書きしているのではないだろうか。その考えはベンハーの心に深く刻みつけられた。同時に彼の心から復讐の希望が消えていって、女のような顔をしたナザレ人が目に涙をためて自分を見つめている姿が心に浮かんできた。バルタザーの娘さん、もしこれがあなたの言う勝負だとおっしゃるなら、栄冠は差し上げますからお持ち帰りください。だがあなたはもっと何か他に私に用が終わりだったのではございませんか。何でもお聞きになってください。お答えしますから。その上でお互いに自分の道へ進むとしましょう。イラスは意を決しかねているようにしばらくの間ベンハーの顔を見つめていたが、どうぞお引き取りくださいと冷ややかに言った。で、ベンハーが部屋から出て行こうとすると、ちょっとお待ちになってと彼女は呼び止めた。彼は戸口で立ち止まり、後ろを振り返った。私があなたについて知っていることをご存知ですか？私のことを知っているって、どんなことをご存知なんです？ベンハーは元の席へ戻ってきて尋ねた。あなたはユダヤ人というよりもローマ人でいらっしゃいますわ。だから私はあなたを救ってあげる気になりますの。私を救ってくださるんですって。イラスはバラ色の優美な指先で首飾りをもてあそびながら低い優しい声で語り出したが、絹のサンダルを履いた足先で
床を軽く叩いている様子に、ベンハーは何か警戒させるものを感じた。昔、船の奴隷から逃れた一人のユダヤ人がございました。その男は、イデルネの館で男を一人殺しました。ベンハーは愕然とした。その同じユダヤ人は、エルサレム市場の前でローマの軍人を一人殺しました。同じユダヤ人は、今晩ローマの大使の館を占領するためにガリレアから三個軍団を連れてきています。そのユダヤ人はまたローマ打倒の目的である人々と軍事同盟を結んでおります。イルデリウム州長もその盟友の一人です。彼女は彼のそばへ寄ってきて囁くように言い続けた。あなたはローマでお暮らしになったことが終わりになりますわね。もしも今、私が申し上げたようなことがあるローマ人の耳に入ったといたしましたら、あら、お顔の色をお変えになりましたのね。彼は猫だと思っていた相手が虎に変じたのを見たように驚いて一歩後ろへ下がった。あなたはセジアナス公をご存知でいらっしゃいますわね。もしセジアナス公のお耳にその同じユダヤ人がローマ帝国で一番のお金持ちだということが前に申し上げる事実とともに入りましたら、どんなことになるとお思い遊ばして。タイベ川のお魚がいい餌にありつくことでしょう。ローマ人を楽しませるのは芸術ですけれども、ローマ人の楽しみを続けさせるためにお金を得るということはそれ以上の技術でございます。そしてローマ中でセジアナス公ほどその技術に長けた人はございませんのよ。彼はそれを聞いているうちにふとヨルダン川の水源地でした話を思い出し、その時自分の秘密を漏らしたのはエステルではないかと思ったが、今もまたそう考えていた。あなたの巧妙さには負けましたよ。おっしゃる通り、私の自由はあなたの掌中にあるわけです。また私はあなたから好意を受ける望みのないことも承知しています。私はあなたを殺すこともできますけれど、あなたは女ですからね。よしておきましょう。ところで砂漠はいつでも私を迎えてくれるのです。ローマ人は人間狩りが得意かもしれませんが、砂漠で私を探すのは難しいでしょうね。恐ろしく広いばかりでなく、その真ん中には砂の荒野のほかに槍の荒野もありますし、その上にローマが征服することのできないバルト人もいますからね。だが一体誰が私の秘密をそんなふうにあなたに漏らしたのです。私はそれを知って、死ぬ時にその裏切り者を呪う権利があると思いますね。私の国に嵐の翌日、海辺でいろいろな色の貝殻を拾い集め、それを小さく砕き、その破片を大理石にはめ込んで絵を描く細工人がいます。秘密を探り出すのもそれと同じで、あっちで一かけら聞き、こっちでまた一かけらというふうに、小さな断片をあちこちで集めて、それをつなぎ合わせると、男一匹の将来や命を左右するだけの力を得てしまうんですのよ。まだそれだけでは足りません。明日になれば、あなたは私をどう処分するかお決めになるでしょう。または、私は死ななければならないかもしれないのですから、真相を知りたいのです。それではもっとはっきりさせましょう。実は砂漠でイルデリウム州長が私の父と話しているのを聞いたのです。その夜は静かでしたし、テントの幕は外で空飛ぶ鳥や黄金虫の羽音を聞いているものには薄すぎましたのね。その他にもっと貝のかけらを手に入れたところはないのですか？ハー家の息子さん、ご自身のお口から聞きましたのよ。他に誰も提供者はないのですか？ええ、ございません。ベンハーはそれを聞くとほっとして、
ありがとう。もうこれ以上セジアナスを待たせておいては悪いでしょう。砂漠はそうコセコセしていませんよ。ではさようなら、と言って彼は腕にかけていた布を頭にかぶって出て行こうとした。するとイラスは急に、お待ちください、と言ってつと彼の腕に手をかけた。彼は後へ戻ってきたが、宝石にきらめく手を取ろうともしないで、いよいよ彼女が本筋に入ることを期待して、次の言葉を待った。ハー家の息子さん、私はどうしてクインタスがあなたを養子にしたかわかりますわ。これはエジプトの神々に誓って申しますことですが、私はあなたのような勇敢な立派な青年をセジアナスのような残酷な人の手に渡すことを考えると体が震えてきますのよ。大都会でずっとお育ちになったあなたが砂漠でお暮らしになるなんて大変なことですわ。私それを考えるとお気の毒でなりませんの。もしあなたが私のお頼みすることをしてくださりさえすれば、私はあなたをお助けできるんですけれども、そのお言葉を信ずべきでしょうか。ベンハーは彼女が誇りを捨てて嘆願するような調子になったのに、心を動かされながらも多少の疑いは持たずにいられなかった。女性にとって完全な生活は恋に生きることですし、男性にとって最大の幸福は自身に打ち勝つことではございませんかしら。私が今あなたに望んでおりますのはそれでございますわ。彼女は早口に熱心に言い続けた。あなたには昔一人のお友達がありました。それはあなたの少年時代の仲良しでした。ところがその二人は喧嘩をして敵同士になりました。その人はあなたに対して過ちを犯しました。それから幾年か経ってから、あなたはアンテオ家の競技場でその人に会いました。メッサラだ。そうですの、メッサラです。あなたはメッサラの債権者でいらっしゃいます。どうか過去を忘れ、元通りのお友達になってあげてください。かけて失ったお金を返してあげてください。どうかあの人を救ってあげてください。お願いですわ。6タレントはあなたにとって何でもないお金ですけれども、あの人にとっては大金ですわ。フグになってしまって、これからあとあなたにお会いするときは、いつでも地面からあなたを見上げなければならないあの人のことを考えてやってくださいまし。ベンハー様、お願いですわ。ローマ人にとって乞食になることは死ぬよりつらいことでございますわ。イラスがそんなふうに一息に早口でまくし立てるように言ったのは、彼に考える余地を与えない策略であったかもしれないが、彼女の言葉が終わったとき、ベンハーは彼女の肩越しに自分の方を覗いているメッサラを見た。それは乞食の顔でもなければ友達の顔でもなく、相変わらず人を小馬鹿にしたような傲慢な顔つきであった。もう判決は下ってしまったから、メッサラは支払わなければならないんですよ。ローマ人の裁判官がローマ人に下した判決ですからね。それはそうと、メッサラが私のところへこんな要求をしにあなたをよこしたのですか。あの人は気高い心の持ち主ですから、あなたもそうだと思っているのでございますわ。ベンハーは腕にかかっていた彼女の手を外して、そんなにあの男をよく知っておいでなのなら、どうか私に答えてください。もしそれが反対の立場で、私が彼のところへ頼みに行ったとしたら、メッサラはそれを聞き届けて金を返すと思いますか。どうか正直に答えてください。彼女は腕にかけた手にも彼の顔にも真剣さがあふれていた。あの人は、とイラスは言いよどんだ。ローマ人だと言いたいんでしょう。彼はローマ人で、私は単なるユダヤ人だと言うのでしょう。私がユダヤ人で相手がローマ人だから、借金を許してやらなければならないというのですか。
さあもっと何か言うことがあったら早く言ってください。もうこれ以上血が湧き立ってくると、私はあなたを美しい女だということを忘れて、憎いローマ人のスパイとだけしか考えなくなるから、さあ早く。イラスは彼の手を払いのけて一歩後ろに下がり、悪意を目にも心にも込めて、このカストリノミのおがら食い目、メッサラを見たこの目で私がお前なんか愛したと思ったのか、うぬぼれにも程がある。お前なんかはメッサラの足でも拭いていればいいんだ。6タレント返したら勘弁してやろうと思ったんだが、もう20タレント加えてもらうわ。20タレントは何だというの？これは長い間お前を愛していると見せかけて喜ばしてやった報酬さ。シモニですがお前の金を管理しているのだから、私のメッサラに明日中に20タレント耳を揃えて支払うように手配しなかったら、セジアナスを相手に取引をすることになるんだから覚えておいて。彼女が戸口から出て行こうとする前に立ちふさがったベンハーは、君は古臭いエジプトの凝り固まりだ。明日でも明後日でもメッサラに会ったら僕のことづけを間違いなく伝えてくれたまえ。僕は彼が父から盗んだ全財産も6タレントを込めて取り戻した。僕は彼が追い込んだ船からも無事に戻ってきたと。そして彼が乞食になって不名誉に陥ったのを大いに喜んでいるとな。彼がそんな惨めな目に遭っているのは、罪のないものを散々いじめた死にも値する罪に対して我が神が下したもうた刑罰だと。それからアントニア城の地下牢に入れられていた母と妹は無事出てきて、雷病を彼が軽蔑しているナザレ人に癒されたことも伝えてくれたまえ。そして最後にもう一つ慰めとして言い足しておくことは、セジアナスがいくら騒いでも一文も僕の金を取るわけにはいかない。なぜなら全部の金は皆手形に組んで全世界の銀行に保管されているし、おまけに僕の財産は皇帝の勅令で保護されているんだし、それに君たちよりもう少し頭脳のいい人間がセジアナスに取り入っているし、セジアナスだって血まみれの金なんか取るよりも筋道の立った贈り物を受ける方が気持ちがよかろうと。これだけのことをすっかり言った上でもっと言ってもらいたいのは、何としてもメッサラの手にはビタ一文も私はしないということだ。メッサラにやるくらいなら全財産を皇帝に献上してしまうという手もあるんだと言ってくれ。私は呪いを言葉でメッサラに送らないが、僕の尽きざる恨みをある一人に託して送りつけると言ってくれたまえ。バルタザーの娘さん、君がその伝言をしているうちに誰のことを言っているかわかるだろう。さあもうこれで用はない、さよならだ。6、希望。ベンハーはつい先刻客前入ってきた時のいそいそとした様子とは打って変わって、深くうなだれ重い足取りでのろのろと廊下へ出て行った。彼は人間というものは足腰が立たなくなってもなお関係を巡らすだけの能力は持っているものだということを発見し、そのことについて考え込んでいた。誰でも災厄が来てしまってから初めてそこに来るまでの途中にまき散らされていた予測すべき事実をあれこれと数え上げることができるものである。彼はエジプト娘がメッサラに関心を持っていたことなど邪推もしなかったばかりか、この数年間というもの盲目も同様に自分自身ばかりでなく友人の運命までも彼女の焼酎に握らせるようなことをしてきた自分の愚かさが腹立たしかった。そのことは青年の自尊心をひどく傷つけた。そういえばカスタリアの泉のところであの卑怯なローマ人に対してあの女は怒りもしなかった。
シロエンの湖に船を浮かべた時も、口を極めてあの男を褒めそやそうとしていたじゃないか。それからそうだ。彼は立ち止まって、右手で我と我が左手を激しく殴りつけて、そうだ、イデルネの邸宅に僕をおびき寄せたのもあの女だったのか、と叫んだ。だが、その傷は彼の虚栄心に受けた打撃に過ぎなかった。幸いにして、人間はそういう種類の痛手で死ぬものではないし、またそのためにそう長患いすることもないものである。その上、ベンハーの場合では、その償いをするだけのものがあった。彼はやがて、あの女の絆から放たれたのはありがたいことだ。僕はあの女を愛してなんかいなかったことがはっきり分かった、と声を出していった。彼は急に心の重荷を下ろしてしまったような気持ちになって、前よりも軽い歩調で露台へ出ていった。そこには中庭へ降りる階段と平屋根に出る階段とがあった。彼は校舎を登り始めたが、最後の段を登り切ったところで立ち止まり、まさかバルタザーもあの女の演じていた仮面劇に一役買っていたんではないだろうな。いや、そんなはずはない。あれだけの高齢者と偽善とはめったに手をつなぐものではない。バルタザーは本当に善良な人だ。そう意見が決まると彼は屋上へ出た。頭上には満月が輝いていたが、空の丸天井は往来や市中の広場で焚くかがり火を反射して真っ赤に燃え、人々の歌う哀悼を帯びたユダヤの古い歌の合唱が響いていた。じっと耳を傾けているベンハーには、その数知れぬ人々の声が、ユダヤの子らよ、私たちはこうして主なる神への賛美と神の与えたまえしこの国の忠誠の証ししているのです。ギデオンとかまたはダビデのような英雄が出さえすれば、私たちはいつでもユダヤのために戦う用意ができているのです、と言っているように聞こえた。まるでそれが序曲であったように、次に彼の胸に浮かんできたのはナザレ人であった。屋上を横切って家の北側の往来を見下ろす欄干の方へ歩いていく彼の眼前に、キリストの涙を浮かべた女のような優しい顔が見えていた。そこには戦争の影もなかった。それどころか夜の静けさがあらゆるものに平和を満たしているように、その顔には平和があるだけであった。またしても彼の心に同じ質問が起こった。一体この人は何なんだろう。ベンハーは往来をちょっと覗いただけで、キビスを返して無意識に吾妻屋の方へ足を向けた。どんなことが起こったって構うものか。決してメッサラを許してなんかやらないから。財産を分けてやるなんてもってのほかだ。親の家のあるこの都から逃げるなんていうこともするものか。僕はまずガリラへ行って同志と共に戦争を起こしてやる。勇敢に戦いさえすれば、ガリラヤ地方ばかりでなく国中の連中が参加するに決まっている。僕が指導者を発見できないとしたって、昔我が国にモーゼのような偉大な指導者を与えてくださった神は、必ずまた我々にも良き指導者を与えられるであろう。ナザレ人でなくったって誰でもいい。指揮者さえ現れれば、皆喜んで自由のために命を投げ出そうとしているんだ。ベンハーがそんなことを考えながらゆっくりと入っていった吾妻屋の内部は、明かりがほの暗かった。影の届かない北の外れの柱のそばに、いつも下にですが、市場のあたりの町のにぎわいを眺めるに都合がいい安楽椅子が据えてあった。シモニデスさんは神殿から帰ってこられたと見える。眠っているんでなかったらちょっと話をしよう。彼は足音を忍ばせてそばへ寄り、高い椅子の背から覗き込むと、
エステルが父の膝掛けにくるまって眠っているのであった。顔に髪が乱れかかっていて不規則な息遣いをしている。一度すすり泣くような長いため息をした。彼はその眠りが疲労のためでなく悲しみから来たものと察した。子供がよく泣き寝入りをする。ベンハーは彼女をいつもまだ子供のように思っていたので、そんなふうに考えた。彼は椅子の背に腕をかけて、その子供っぽい寝姿を見下ろしながら自問自答した。目を覚まさせないでおこう。私は愛を語る以外には何も話すことはない。彼女はエジプト娘とはまるで違った。純情な美しいユダヤの娘だ。虚栄心と野心と利己心の塊のエジプト娘と違って、真実と義務と犠牲心に富んだユダヤ娘だ。いや、私が彼女を愛すことよりも彼女が私を愛していてくれるかどうかが問題なのだ。彼女は最初から私の友達だった。アンテオ家の家の台に二人で立ったあの晩、彼女は私がローマを敵にしないようにと、いかにも子供らしい熱心さで忠告したり、ミゼナムの別荘やそこでの生活の話を興味を持って聞いてくれたりしたっけ。あの時私が接吻をしたことを覚えているだろうか。私はエステルを愛していたんだ。まだここの人たちは私が母や妹を取り戻したことを知らないでいる。私はエジプト娘にそれを打ち明けるのを躊躇した。だがこのユダヤ娘はきっと心から喜んで、愛と奉仕をもって私の肉親のものを迎えてくれるに違いない。彼女はきっと私の母のもう一人の娘になるであろう。テルザとは真実の姉妹になるであろう。奮起して彼女に何もかも話そうかしら。いや、エジプト娘と手を切ったばかりの今、そんなことはよそう。私は何もかも打ち明けるとしても、あの女の愚かな行いだけは聞かせたくない。今はこのまま立ち去って、もっといい時期を待つとしよう。私は待とう。親孝行の美しいエステルよ、安らかにおやすみ。彼は入ってきた時のように音もなく部屋を出て行った。7、祭りの夜の出来事。町は往来する人々でいっぱいであった。かがり火の周囲では人々が祝いの肉を焼いたり、それを食べたりしながら歌っていた。今宵はユダヤの民がみんな兄弟として結ばれる祝いの時である。ベンハーは行く先々で、神の子として我々は兄弟なんだ、さあ遠慮しないで一緒に食べてくださいというふうに呼び止められた。ベンハーはそれらの親切な招待を謝辞しながらひたすら先を急いだ。そのうちに行く手を塞いでいる群衆の前に松明の火が吹き流しのように動いていくのが見えた。しかもその赤い火影と黒い煙の流れの中に槍の穂先がキラキラ光っているではないか。ユダヤ人の宗教祭典にどうしてローマ兵などが出動しているのだろう。空には月が高光と輝き、町のかがり火や方々の窓や戸口から流れ出ている灯火が大通りを照らしているのに、その明かりではまだ足りないで、松明を掲げたその一帯はどこへ何をしに行くのだろうといぶかりながら、ベンハーは群衆を押し分けて人垣の前へ出た。それは槍を持ったローマ兵のそばに一人ずつ手に棍棒や先を尖らせた板を持った奴隷が松明を高く掲げてついているほかに、長い白ひげを胸に垂らした祭司や鍵花をした神学者など特権階級の有力者たちを交えた行列であった。その中で特にベンハーの注意を引いたのは
神殿の警備長と祭司長に左右から付き添われていく一人の男であった。彼はまるで他人に顔を見られるのを恥じている囚人のように深くうなだれ、苦痛に耐えぬように二人の高官の腕に寄りすがってようやく歩いている様子であった。その男がふと顔を上げた拍子に、醜く歪んだ顔が松明の光に照らし出された。メンハーはこれまでたびたびナザレ人について歩いていたので、すぐにそれが十二使徒の一人であることを認めて、イスカリオテのユダじゃないかと叫んだ。男はノロノロと頭を巡らしてメンハーを見ると、何か言いたげに唇を動かしかけたが、祭司長がお前は誰だ、あっちへ行けと怒鳴ってメンハーを押しのけた。彼はおとなしく引き下がって行列の後に続く群衆に混じって歩き出した。その深夜の行列は門営たちも祝宴に行ってしまって誰もいない城門を通り、市街へ出るとセドロンの谷の間の暗い石ころ道を縫って進み、やがて石垣を巡らしたゲッセマネの園に近づいた。突然行進が止まって、前方にただならぬ叫びが起こった。人々は理由のわからない恐怖に襲われて、中には慌てて逃げ戻ろうとする者もあった。好奇心に駆られて真夜中にそんな寂しいところまで来た人々は、何のことかわけもわからずに互いに押しつ押されつして騒ぎ出した。兵隊だけが列を崩さないでいた。メンハーはもみ合う群衆をかき分けて前へ出てみると、門のところに白衣を着た人が両手を胸に置いて立っていた。痩せた顔を上げ、長い髪を肩に垂らして少し前かがみになっている様子は、諦めきって静かに自分の運命を待っている人の姿であった。それはナザレ人だった。その後に人たちが不安らしく人塊になっていた。人々はみんな騒ぎ立っていたが、その中でナザレ人だけはただ一人平静だった。松明の光をまともに浴びて、栗色の頭髪が不自然に赤く見えたが、顔は常に変わらぬ柔和と憐憫が浮かんでいた。その平和に満ちたナザレ人の前に群衆は呆然として口を開き、恐れをなしてちょっとでもその口から怒りの言葉が漏れたら逃げ出そうと構えていた。ベンハーはナザレ人に注いでいた視線を群衆に向け、さらにイスカリオテのユダに向けた途端に深夜の行進の謎が解けた。裏切り者たちはナザレ人イエスを捕まえるために物々しく武装したこの一体を連れてきたのであった。今こそメンハーが長い年月そのために準備していた非常の場合ではないだろうか。彼はエジプト娘からイエス・キリストが美しの門でどんなに人々の期待に反して何の奇跡も行わずに立ち去ったかを聞かされたが、どうしてもそれを信じ納得するわけにはいかなかった。現在これだけの凄まじい暴徒の前に平然として立っているキリストを目の当たりに見ると、それはどんな危険をも恐れる必要がない超自然的な力を持っている証拠だと彼は考えた。平和と善意と愛と無抵抗がそれまでイエスの説いてきた教えであったが、彼はその教えを身をもって実践する気なのであろうか。彼は生命の支配者だ。失った生命をも取り戻すことができるのだ。今こそその偉大な力を用いる時ではないだろうか。ベンハーは依然として人間的な立場からナザレ人を批判していた。その時キリストの澄み渡った声が起こった。お前たちは誰を探しに来たのか。ナザレ村のイエスだ。私がイエスだ。穏やかに話されたそのわずかな言葉に人々ははっとして五六歩後ずさりをし、臆病な者は地にひれ伏してしまった。その時
イスカリオテのユダがイエスのそばへ歩み寄らなかったら、人々はイエス・キリストをそのままにして逃げ去ったかもしれなかった。主よ、ご挨拶申し上げますと親しげに言って、ユダはキリストに接吻をした。ユダよ、お前は人の子に接吻をして裏切るのかね。どういうわけでお前はここへ来たのだね、と彼は静かに尋ねた。返事がなかったので、ナザレ人は群衆に向かってもう一度言った。お前たちは誰を探しに来たのだね。ナザレ村のイエスを探しに来たんだ。さっきも言ったように私がイエスだ。だから、もし私を探しているのなら、この人たちを安らかに帰らせたらいいだろう。とナザレ人が言うと、祭司たちが彼に詰め寄った。彼らの意向を察して弟子たちは死を取り巻いた。その中の一人はイエス・キリストを敵の手に渡すまいとして剣を抜いて役人の耳に切りつけた。しかしそれは無駄だった。その時になってもまだベンハーは身動きもしないでいた。なぜならイエスは敵が彼を縛るために縄を取り出している間に、小さなことだが非常に大きな事前を行ったのを彼は見守っていたのであった。もうこれで痛みは止まるだろうと言って、イエスは敵の傷ついた耳に手を当てて立ちどころに癒してしまった。これこそ敵を愛せというキリスト最大の教えの実践であった。これには敵も味方も狼狽した。味方はなぜ今のような場合にそんなことをされたのだろうといぶかしみ、敵はどうしてそんなことができたのだろうといぶかった。ベンハーは、イエス様は縛られたりなさらないだろう。そんなことをお許しになるはずはないと考えていた。刀を鞘に収めるがいい。父の与えたもう杯は受けなければならないのだ。とイエスは弟子たちに言った。そして自分を縛ろうとする者たちに向かって、お前たちは盗人を捕らえるように刀や棒を持って私を捕らえに来たのか。私は今まで毎日お前たちと一緒に神の宮に詣でていたではないか。だが今はお前たちの勝ち誇る時、闇が権力を振るう時なのだと言った。兵隊の一隊は勇気を奮い出してイエスの身辺に迫った。ベンハーは弟子たちを目で探したが、いつの間にか皆逃げてしまって、ただの一人も残っていなかった。一人見捨てられたイエスの周囲では、群衆が口と手と足を忙しく動かしていた。彼らの頭越しに松明の間に立ち上る煙を通して、時には落ち着かぬ人々の隙間から、ベンハーは囚人の姿をちらっと見ることができた。彼はこれまでにこれほど友もなく一人ぼっちになった惨めな人を見たことはないと思った。と同時に、この人は自分さえその気なら自らを防ぐことができたのだ。息を吹きかけただけで敵を殺してしまうこともできたのだ。それだけにそれをあえてしないでいる。父の与えたもう杯というのは何であろうか。それほどに服従しなければならぬ父とは誰であろうと考えていた。何もかも謎であった。ボートたちは兵隊を先頭に立てて直ちに市へ帰り始めた。ベンハーは疑念を晴らすことができないので落ち着かない気持ちになった。ガヤガヤ言う群衆の中の松明が動いているあたりにナザレ人がいることを彼は知っていた。彼は急にもう一度ナザレのイエスに会って一言だけ質問しようと決心した。彼は長い上着と頭にかぶっていた布を脱ぐと、ゲッセマネの園の石垣に投げかけておいて、兵隊の仲間に加わった。彼はもみ合う群衆の間を縫って進んでいき、ついに囚人を縛った縄の端を持っている男のそばへ出た。
イエスは後ろ手に縛られ、頭を低く垂れてのろのろ歩いていた。常にも増して前かがみになっていたので、髪の毛が顔に乱れかかっていた。彼は周囲の出来事には全く無関心な様子であった。数歩前を祭司や学者たちが話しながら歩いていて、時々後ろを振り返ってみた。やがて行列が谷間の橋に差し掛かったとき、ベンハーはいきなり兵隊の手から縄を取ってナザレ人に近づき、早口に、主よ主よ、あなたがこうして惹かれておいでになるのはご自分のご意志なのですか？どうぞお答えください、と言った。縄を取り上げられた兵隊はそれを取り返そうとした。人々はそばへ寄ってきて、貴様は誰だ、と咎めた。ベンハーは必死になってナザレ人に尋ねた。主よ、私はあなたの味方です。あなたを愛しているものです。どうぞお答えください。もし私が救助を繰り出すと申し上げたら、あなたはそれをお受けくださるでしょうか。イエスは顔も上げなければ、その言葉が耳に入った様子も見せなかった。けれどもベンハーは、放っておけ。友達からも世間からも見放された男だ。痛恨のあまり人間に愛想を尽かしてしまったのだ。自分がどこへ行くのか知りもしないし、また知りたいとも思わない。放っておいてもらおう、という声を聞いたような気がした。だがベンハーは深く考える暇もなかった。たちまち数十本の手が彼を襲い、周囲から、奴らの仲間だ、やっつけろ、叩き殺してしまえ、というわめき声が起こった。ベンハーはカッとなって、すさまじい勢いで相手を殴り飛ばし、自分を囲んでいる人垣を突き破っていった。その背後から手が伸びて彼を捕らえたが、彼は服を剥ぎ取られ、裸のまま逃げてしまった。谷間の暗い木陰は親切に彼をかくまってくれた。彼は石垣のところへ戻って、そこにかけておいた上着とかぶり布を身につけると城門へ戻った。そしてそこの旅館に預けてあったアラビア馬に乗って、母と妹のいるテントへ向かった。彼はイエスが直ちに大祭司長アンナスの前に引き出されて、その晩のうちに裁判されるとはつゆ知らなかったので、明日もう一度イエスに会おうと考えていた。その夜、ベンハーはなかなか寝つかれなかった。新しいユダヤ国の再興は、もはや儚い夢と消えてしまった。長い間の理想も夢も、まるで地震にあった家屋のように、次々と崩れ落ちていってしまった。だが若い心は、そう何もかも失ってしまうものではない。彼はいつか、平和な美しい未来の生活を心に描き始めていた。それは領地や宮殿の代わりにエステルを主婦としたつつましい家庭風景であった。ナポリの晴れた空のもとに海を見晴らす丘の別荘と金色の日光を浴びて庭園をそぞろ歩きする可憐なエステルの姿が幾度も彼の空想の中に浮かび上がってくるのであった。